なんかブラシが全然嫌いじゃないので、ね、ああたくさんのホタルを見に行きました。ホタルです。ずっと乗りたかったラファン乗っています。うなしゅうです。実家から PS4 が送られてきてくさいでか給料が増えました。おーはるかです。ということで今日は何をするんですか。夏に向けて、はい、伸びきったワンちゃんの毛を取りまーのかさいに切ってもらおう。真ん中にいるみつきちゃんがトリマーの資格を持っているということで、うん、ちょっともうボサボサになっちゃったさつきちゃんを、まあ、綺麗にしてもらい、まあ、ちょっといろいろと教わるという感じでねやっていきたいと思います。前にトリマーさんに来てもらって、うん、カットしてもらったんですけど、うん、それを目指してカットしてたはずが、まあ、なかなかうまくいかず、まあまあまあ、そんなねプロと同じできたら、うん、そうなんですよ。この辺のここも綺麗だったね。なんか丸みがあったよ。そうなんですよ。ふわふわの結構伸びてきちゃって散歩で汚れたりとか、ね、あとは足とかお尻もそうですね。ああそれ顔ですね。足とかお尻も結構もう毛が伸びちゃって、でおしっこうんちするときもお尻汚れるし、はい、でかなりさつきも最近暑そうなんで、はい、整えてもらおうと思います。やって取りまーやってうちであるやつを持ってきたんですけど、コームとブラシとすきバサミとあのハサミとバリカン、これでほうほうこういう道具があるんかみたいな。これで切ってもらいますね。いいですかさつきさん、これで十分でしょうか。よろしいでしょうか。はい、多分ハサミとかはあのご自宅でワンちゃん飼われてる方も持ってる方いらっしゃると思うんですけど、トリマーさんが持ってるハサミってカーブしてるハサミがあるじゃん。あれじゃなくて普通のハサミでのうまい切り方というか、こんな感じにしたら普通のハサミでも切りやすいですよみたいなのもあの伝授してもらえればいいなと思っています。そしたらボサボサなので多分今高温で溶かして引っかかっちゃうんですよ。なんで最初にこのブラシであれやります。へえー、絡まりをほぐすような。そうです、表面だけで何もやらずにやっちゃうとただ表面しかやってなくて、うんうん、中の毛が何も溶かせてないんで、あのしっかりかき分けてこの表面からやっていく。なるほどね。で当てすぎると逆に皮膚が怪我しちゃうんで、うん、あんまり当てすぎ強すぎないように軽めに好きよ、お前すごい態度だ。態度がすごいっすね。やれよ。さっちゃんブラシは全然嫌いじゃないので、まんざらでもないかも。むしろやってって感じだ。もうすごいヘラヘラしてます、ブラシの時の基本。すごい。ここの、ここら辺の毛をブラシするのいつもしづらいなと思ってたんですけど。腰が悪くなければ。おー、すごい。ここの片手で足の脇に。手入れて、持ち上げて、すごい、かっこいいよ、飛んでるよ。そうなんだ、すごい。スーパーマンみたいな。もし腰が悪かったりしたら、はいはい、こっちちょっと上げて、まあ、やりづらいですけど、やったりとか、後ろ足上げて、持ってやるっていう形の方が。初めて知った。いや、ダックスランドとかだと、はい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 、腰悪くなっちゃうので、ね。なんか取れるの資格って、今でも。あ、取れると思います。基本なんかそのトリマーの資格がしっかりした資格っていうよりかは学校とかで、そうですね、取れるって感じのあれなんで。なんでトリマーの資格取ろうって思ったの。専門学校に1年だけちょっと見逃してコロナの影響でちょっとだけ実習とかできないなと、うん、でその1年間が暇になっちゃうなと思って。へえー、なるほど。それで自分家にも愛犬いるので、はいはいはい、あと動物の補定とかそういうのも学べるなと思って。なるほどね。トリマー取ろうって思ってやりましたね。どうですかさつき。さつきさんどうですか。さつき、さつき表情固まってるよ。なんかやっぱあれなんじゃない、犬種とかによってね毛並みとか違うし。あ、そうですね。こういう形みたいに、うん、ダブルコートの形
ケアが大変だな、うん、下に生えてる、まあ、保温用とかの毛と上側に入るビーバー、あ、ビーバー、あ、そうなの？毛の毛が取れないように、おじゃあビーバーだビーバー、ビーバーと犬種に合わせたトリミングの仕方があると感じですね。さすぎ気持ちよさそう。これはやっぱ毎日ぐらいでやっといた方がいい。そうですね、なんかダブルコーツとか毛が抜けやすい子とかは毎日やってあげないと毛玉とかもできちゃう。それはなんかどういう目的で最後の仕上げって感じ、毛玉取るとかってよりかはしっかり滑らかにする。だから今この状態でグッて引っ張ると皮膚がやられちゃうんで、もしこうやってやった時に引っかかるようだったらまたこっちでやる、溶かしてあげてからまたやるみたいな方法が。じゃあそっちではまあ無理に、あ、そうですね、やらないっていう感じだね。グッてやるよりかもちょっと上にやる感じにして、ほぐしながらみたいな。そうですね、で粗いのと細かいのがあるんですけど、基本シャンプー前とかは粗めの方でやってあげた方が、だいたい細かいのはシャンプー終わった後にちょっと溶かしてあげるっていうくらいの仕上げとして使った方が。足張りやります？あー、そうね、お願いします。まず表面だけ貼ります。出てる切れてないよ、たぶん。劣化。おい。バリカンの劣化。足っバリカンをやるときは、しっかりここの肉球を開いてあげないと、怪我しちゃうので。はい、頑張れ。ちょっとおやつもあるの。切れてる。この状態の固定するコツとかある？私、なかなかこれがうまくいかない。そうですね、なんか暴れない子だったら、ここの脇に腕入れてあげて、はいはい、こういう感じで。ああ、なるほど、なるほど。でも、暴れちゃう子はギュッてここ持たなきゃいけないので、はい、内側に手入れて、この状態、まあ、ただ、ギュッてやられるのは嫌いな子もいるんで、はい、そこは犬にやる。バリカン頑張れ。バリカン頑張れ。はい、はい、こんな感じで。すごい。おお。やばい、油断した。わかってる。確かに私この肉球の中までしっかりしたことなかった気がする。もうここだけピッて撫でてみたいなのが多かった気がするので嫌だよね。私だもんね、だってね。もう結構中の方はがっつり切っちゃっていいの？そうですね、結構指の間の毛は。なるほど。え、難しいな。開いて。開くの難くないですか？指と指をはいはい、うん、ここが削れちゃうんです。なんでなんか足がスカスカになる。はいはい、スカスカになっちゃうから。なるほどね、見た目的な問題もね。そうですね。でこの辺はギリ、あ、そう、ここは指で、はいはい、ここ肉球ギュッてして指でちょっと出してあげたら、そこを切れば。なるほどね、ごめんね、せいちゃん。え、尻尾が邪魔なんで、はいはいはい、尻尾も一緒に持っちゃった方が、はい、切らないです。確かに、なるほどね。あんまりなんか足もどこまで掴んでいいんだろうとか、どこまで持っていいんだろうみたいなのが。横にやっちゃうと、犬の動きとしてはそれがないので、後ろ、こっち側に引っ張る分は、全然痛くないんですけど、横に開いちゃうと関節とか。関節技みたいになっちゃう。関節技みたいになっちゃう。腕を持ったりされてもですね。ごめんね。もうちょい頑張ってほしいかも。どうだ？あった。いいと思います。
やったー、早速いただきました。一番気になるのはこの足、もうこの辺の横の長いのが気になってて、これもうちょっとなんか短くてもいいのかなと思っているんだよね。どういけの？めちゃくちゃ他の子と気質が違うから、うん、散歩の時とかもプルプルってして好きなことが増えたんですけど、ハッハッハッタチアンはもう引きずって持って帰って一緒に寝てるみたいな。お友達やん。お友達になってしまうので、タチアンちょこっとだけでも、タチアン寝ないで、疲れないで。切るときはさ、毛先からこうやって切るみたいな感じ。そうですね。で、あと毛並みに沿って切ってあげないと、例えば横にどうせ伸びるからね、こうやって切っちゃうと、うんうん、あの歯の跡が、うん、本当だ、それちどうやってするの？基本は毛並みに沿って歯を持って切ってあげると、顔やばい、ね。なるほどね。なるほど。で、全然違う。はいはいはい。私なんですっごいダンスくんだろう。そう、線つくんだろうって思ってた、ね。そうですね。横にこうやってつけちゃうとダンスでしたね。なるほどね。こういうすきばさみは毛先を取るって感じなんで、うん、これとかは別にそこまで立てる、横に横にか切れちゃっても、はい、そこまでにはならない。初心者向きなのはどっち？普通のハサミと。は多分すきばさみと思います。で、普通のハサミがシルエットを作っていくという。あ、そうですね。あと、ハヤパヤした毛とかを。あと、量とかですね。ゴムで、ちょっと上に持っていく感じ？上に持っていく感じ。下から上だったら、はい、こういう感じで、はいはい、ちょっと立たせたりする。もし上から下に切るんだったら、こういう感じで引っ張せてあげると、めっちゃこうやって立たせると、切んなくちゃいい毛もできちゃったりするので、軽く、そうですね、やるって感じで。この辺も一緒に切っちゃっていいのか？はい、大丈夫です。マジ？毛並みに沿って。毛並みに沿って。これはこっちに生えてるってこと？こういう感じで入れてあげる。で、あの最初にちょっとラインじゃないですけど、軽めに作ってあげるとやりやすい。なるほど。足は基本押さえておいた方が、ここの脇に手を入れて、はいはい、ここをこうやって押さえててあげると、なるほどね。あんまし動かせないんで。はいはいはい。固定だ。物をさ、立体的に見るのが私苦手でさ、ここしか見えてなくて、あめっちゃ 2D で 3D で見えないんだよ。それどうしたらいいの？一旦全体を見ればいいんじゃないか。難しいですよ。離れて見るってこと？離れて見るのは結構大事。あ、ダメですよ。離れて見ないとかね。基本、あのハサミの時ってこっちは動かさないんですよ、うん、親指だけ動かす。どっちも動いてないから。そうなんですよ。そこがちょっとやっぱ難しくて、基本切るときに、うん、こっちの向きではいかないんですよ。なんかリードする側なんでしょ、動かさない方が。 そこを基準にしてまっすぐ切る。こっちで今この状態で、はいはい、こっちの歯を多分こうやってやると、うん、毛が寝ちゃう。こっち動かさないと。あ、なるほどね。こっちでこうやってやると一回立たせるから出だと思う。親指がずっと外に出る。あ、そうですね。こう切る分にはいい。あ、そうです、そうです。ここを切りたいですっていう時はこう切らない。
すっごい切りたい場合だったらもう、もうこのまま入っちゃないから、痛いよ、ね、方が多分やりやすい、こっちか、そうです、はい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 、親指が動いたらいい、難しいな、はい、分かってますって、あ、本当に指ちっちゃいんじゃないか、あ、つりますね、すごいよね、タコとかできる、はい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 、この内側切りたいときはこう持っていかないと、内側はか裏ハサミになっちゃうんですけど、こっちから内側も難しいので、はいはいはい、毛並みに入れるのが、なるほどね、バツバツになっちゃっても、はあ、ははあ、しょうがないかな、じゃあちょっとこのまま切ってみます、なんかさ、こういうここちょっと膨れてるじゃん、はい、これってもうバツッバツッって、切りますよ、大丈夫、なんかこう自分の中でここがラインだなみたいなのを、あ、なるほどなるほど、しながら切る、そうですね、こっちからこっちから、ギャルってことね、そうですね、ギャルってことね、足、ね、すごいな、トリマーさんって、これをもう一日に何回もお店でやってるってことでしょ、え、まあ、でもすごい綺麗、ここちょっと切りたい、すごい綺麗だね、うん、ここ切りたいときは犬の片足多分上げてあげた方が、片足を上げる、そうそうそう、あ、そうです、その状態で持ち上げてあげて、こういうことか、中を切ってあげる、はぇ、方がやりやすいですね、難しいですね、内側はやっぱ難しい、長さがある場合は結構バツバツ切って、ね、その後もう細かく形整える、ね、なるほどね、どうでしょう、お、いいんじゃないですか、はい、いいんじゃないですかってしか言いようがないですよ、ね、いやちょっと毛流れに沿ったハサミ当てるっていうのめちゃくちゃ、確かに俺もそれは知らなかった、気づけなかった、だからいつも段々だったんだと思ってすごい参考になった、あ、すごい、はい、じゃあということで、さつきのサマーカット終わりました。パヤパヤだった。パヤパヤだった毛が。かわいく、なんかコンパクトになったね。すごい綺麗。足元も綺麗。いや、いいですね。これぐらい短かったら、ほんと散歩で絡まなくて、めちゃくちゃいいなと思います。シャンプーもしやすそう。どうでした？ 1 年ぶりくらいにカットをした。おすごい、おー、近楽しかった、はい、マシュちゃんどうだった、思い出しながら、うん、思い出しながら、ちょっと、ま、真っ暗になってる、復習ができたね、はい、鳥の飼育する前は本当に可愛くするためのトリミングっていう、ね、あー、そうね、俺もそう思ってた、やっぱ飼育し始めてからはやっぱどうしてもここの毛長いと言われるなとか、うん、ここが絡んじゃって皮膚が赤くなるなとか、そういう悩みもできてきたので、そういうトリミングを定期的にできる、する場のあるする人がいるっていうのはものすごい犬にとってもいいし、人にとってもめちゃくちゃいいことだなと思って、そうね、だからぜひその技術を持たないとね、そんないつでも来れるわけじゃないからね、みつきちゃんが完璧にできるように頑張ってください、頑張りたいと思います、はい、はい、じゃあ今日の結論、バン、トリミングといえばカット、カットといえばハモンカッター、ポポポポ、ポポポポ。トリミングはですね、できる人に教わりながらですね、できる人をどんどん増やしていって、まあ、動物たちがいつでもこう清潔に暮らせるようにしていったらと思います。みつきちゃんトリミングうまいなと思った方、グッドボタン、トリミングのなんか質問があったらコメントにお書きください、動物たちの日々のケアなども動画で投稿していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします、それではまた次の動画でお会いしましょう、さようなら、さようなら、バイバイ、落ちちゃう落ちちゃう、疲れた、ご飯寝るの今から、ご飯だよ、ご飯3時半だ、ご飯、ご飯、ご飯、なんかあれなの、
結構ゲームする人なの？します。へえー、何してんの？ストレイっていうゲームを。ストレイ、猫の旅みたいな。へえー、そんなの面白そう。来た。何やってんの君は。お尻が濡れてます。山本さんです。おやつがない。あ、なんか小動物の方って言ってました。はい、お尻濡れてる山本さんでした。山本でした。